あとはジャイアンの肉体をゲットするだけだ。悪だくみすな。に逃げろジャイコ、俺の精神と肉体が青だぬきに乗っ取られてしまう前に。ほんわかパパ、誰か止めろ。パンツに何か書いて。ジャイアンは敵を信じないで。だって伝え方の癖強。おはよう。ナイス。僕の風呂まで覗くな。手加減しろ。スネ夫、よくもビンタしてくれたね。覚悟はできてるのかい？強がるな。お前の出番だ。スネ夫、やってこい。マジ切れだったんかい。のび太様に逆らうとこうだ。やめろ。のび太様許してください。もう二度とあのような真似はしません。やり口ヤクザか。今日ののび太さんの恋なんでわかるんだよ。ほらちゃんと飲んだよ。えんろ。ドラちゃん、こんな道具ありがとう。えんろ。そうグッド。何してんだ。毎日毎日こんな役ばっかり、もう嫌。喜んでる。おいのび太、助けてくれ。スネ夫が俺に惚れたとか終電なくなったとかわけのわからないことを言い出したんだ。どんまい。昨夜ジャイアンに何度も何度も。よかったね。お前は俺のもの。今夜は覚悟しろよ。カップル成立。お前の唇尖ってて硬いと思ったけど本当はすっごく柔らかいんだな。場所考えろ。この度は私どものタイムマシン事故によりのび太様をはじめお客様4名を4次元空間に置き去りにしたことをお詫び申し上げます。アニメ終わるて。でんぐり返ししたら記憶失った。確信犯だろ。なぜかこいつらに嫌な思いをさせられた気がする。よし消すか。やめろこの人出なし。お前がな。体の友よ。交わったんかい。嫌だ、別れたくない。メンヘラかよ。新しいパパを紹介するわ。あなた入ってきて。おいママ。ドラえもん、この道具すごいよ。何してんだ。風邪ひいちゃうといけないから僕が温めてあげるね。笑顔で言うな。あの後から来てない。何したんだよ。うん、妖精だった。おめでとう。僕とじゃなく静香ちゃんとの子なんて許さない。過去を変えんな。よくも過去を変えてくれたわね。消えろ。ナイス制裁。のび太さんなら廊下で冷たくなってるわ。目怖。うむ、これはひどい熱だ。保健室の前の廊下に立ってなさい。悪魔か。のび君、手を離しなさい。これは君の答案ではない。奪おうとすな。生徒からお母さんと間違えて呼ばれたことがきっかけでびっくりするぐらい母性に目覚める。多様性。のびちゃんが0点ばっかりなのはあんたの責任でしょ。しばらくそこに立ってなさい。ママ強よ。ジャイアン、今までありがとう。君には消えてもらうよ。悪だくみすな。ジャイアン死んじゃいやん。お前がやったんだろ。たけしさん生きていたのね。本当によかった。スネ夫終わったな。スネ夫、よくもやってくれたな。無事に帰れると思うなよ。無表情怖。スネ夫のやつ急に転校しやがって、最後に顔くらい出すよな。しっかりやられてる。うるさい、これはもう僕のパンティーだ。しばかれんぞ。バカ野郎、静香ちゃんのパンツを持ってこいって言っただろう。なんでお前が履いてんだよ。全員アウト。のび太、静香は俺の女だ。だからそのパンツをよこせ。奪い合いすな。ドラえもん、パンツは返してもらうよ。どんだけ欲しいんだよ。出来すぎさんの方が大きいわ。のび太泣くって。カラオケの採点を初めて体験した結果。遅えよ。9番ってすごい。楽しんでる。出演料の交渉中。一人別人じゃねえか。静香ちゃん、さっきなんで僕のことを押したの。もう死んでね。ええ、行けたら行くわ。おお、行けたら行くぜ。はは、行けたら行くよ。それ行かないやつ。お前たちやっておしまい。あらほらさっさん。アニメちげえよ。高田さん、のび太さんの意識まだあるわよ。誰か止めろ。僕だけは味方だと思っただろう。なわけあるか。おいクズ、こんな世界もういらない。さよなら。なんかかわいそう。ごめんね、出来すぎ。この後映画なんだ。あ、女。今回は映画だから投稿しなくていいと言っただろう。台本も返しなさい。つら、僕の熱い思いを手紙にしたから映画の監督に渡してくれる。どうせ無理。映画だけじゃなくてアニメもクビだって。監督厳しい。この星を破壊することにするよ。
君たちは僕を仲間外れにしすぎた。やめろ。はい、チーズ。あれ？ドラちゃん、ピースなんてできたかしら？偽物じゃね？僕、純正だよ。絶対違うやつ。これで何を知ろうとしたの？のび太くん。顔怖っ。ドラちゃんが偽物っぽいから暴いてほしい？わかったわ。任せなさい。頼んだ。これ、トラちゃん。やりすぎ。できすぎさんのでかすぎさんが出しすぎさん。何してんだ。のび太のくせに。できすぎさんより立派じゃない。喜んでる。のび太、のび太さん最高。おいビッチ。もっときつく縛ってくれって言ってるだろう。ド M かよ。ドラえもん。出ちゃう。キモ。寝癖直してるから待って。お前生えてねえだろ。小腹が空いたので。お互いのほっぺをちぎって食べてる。食い合うな。のび太。だからなんだ。のび太くん、これを使えば気持ちよくなれるよ。見たらわかる、やっばいやつやん。ドラえもん、君のおかげで空を自由に飛べてるよ。はい、アウト。もう登校した時から廊下に立っていなさい。つら。のびのびの実を食べた？バカなこと言ってないで早く学校に戻って廊下に立ってなさい。いやマジじゃん。卒業しても私の家の廊下に立ってくれ。どんな頼みだよ。お願い抜いて。前髪が刺さって抜けないんだ。誰か助けてやれ。前髪が刺さって抜けない、誰か助けてくれ。お前尖ってねえだろ。どんなに事故っても助手席の人間だけに全てのダメージがいく車。スネ夫死ぬって。みんな静かにしろ。これからスネ夫が命を懸けて面白いこと3連発で言うから心して聞け。終わった。東京しばかれんぞ。手加減したつもりなんだけどね。ナイス。中に出したよ。どんな顔だよ。いくら僕ができすぎだからって一回でできちゃうとは思えないな。おいクズ。街中を回ってやっとできすぎさんを撒いたわ。さあ行きましょう、のび太さん。隣に降りて。なんで逃げるんだい。でも無駄だよ。どこまでもついていくからね。おまわりさん、ポケットがない時の扱いなんかかわいそう。ドラえもん、かっこいい長財布が欲しいよ。てってれてってって、茶封筒。ポンコツじゃねえか。ドラえもんの価値は4次元ポケットだと気づいたんでね。悪く思わないでくれよ。そりゃそうなる。しずかちゃんちのお風呂にセコムがついた。がっかりすんな。しずかちゃん、もうさ、5000円でどう？諦めろ。